来るべき日に備え、日々鍛錬せよ。この言葉の通り、英語レッスンに通った日向。3ヶ月の鍛錬の成果は、800。カムカムエブリバディ。日向に新たな試練がやってきたのかもしれませんね。それは英語。コツコツ単語を覚え、文法を理解して、なんて、日向が一番苦手とすることかもしれません。小学生の頃、一週間で挫折した英語。このドラマに英語のお話が戻ってきたようです。第92話のお話は、日頃の努力が実り、野球部でレギュラー入りが決まった桃太郎。嬉しさを報告するため、国語準備室にいる小夜子に会いに行き、そのまま一緒に帰ることになった。とても浮かれる桃太郎でしたが、小夜子が商店街に足を運んだ本当の理由がわかり、目の前が暗くなるほどのショックを受けることになります。それ以来、レギュラーになったにもかかわらず、全く元気のない桃太郎の様子に、日向やるいも心配します。そして、ある日、映画村にやってきた小夜子は、日向と一恵に大事な報告があるといい。第92話は、このようなお話になるようです。桃太郎のレギュラー入り。もちろん野球が好きだということもあるのでしょうけど、一番は、小夜子に見てほしいからということが、彼にとっては大きいのかもしれませんね。レギュラーで試合に出なければ、なかなかグラウンドで自分のかっこいい勇姿を見せることができませんから。しかし、大きなショックとは、小夜子が商店街に来る本当の理由は、彼氏と会うためなのでしょう。商店街でその相手として思いつくのは、やはり吉之丞の可能性が大きいのですが、幼い頃からの桃太郎10歳差の恋、とても大きな試練がやってきそうです。桃太郎の失恋記念日となるのか。そんな桃太郎が恋焦がれる小夜子の大事な報告は、やはり恋つながりで結婚の話かもしれませんね。第91話では、五十嵐との破局から3ヶ月ほど経った大月家。当時は失恋に打ちひしがれていた日向も、ようやく立ち直り、あれから毎日元気に仕事へ行っているようですが、五十嵐はあの後、実家のある東京へと戻ったのでしょうか。今朝の放送後の朝一でも、話題は早速、日向に別れを告げた五十嵐に触れ、五十嵐は行ったのね、東京に、と博多花丸さん。鈴木アナも、出てこなかった。別れちゃったんですかね。そこがちょっと気になります。とお話になられていました。五十嵐は本当にもう、日向の元へは戻っては来ないのでしょうか。最終回まで残り1ヶ月。彼の再登場を密かに待つファンも多いことでしょう。そして、カムカムでもすでにおなじみの、歴代朝ドラシリーズのお時間がやってきました。本日は、ひらり、ドリカムのオープニング曲が何とも懐かしいです。そういえば、こちらも1992年の秋からの放送でしたね。だんだんとテレビ画面が白黒からカラーとなり、歴代朝ドラシリーズ、一作目は1961年の娘と私から始まり、31作目、1983年のおしん、そして今回48作目である1992年のひらりと続いています。最終回までに何作目まで続くのでしょうか。気になりますよね。そしてこちらもおなじみの日向の弟、桃太郎が勝手に制定する記念日シリーズ。今回も10月5日のちゃんこ記念日、12月20日のテレビ記念日、さらに
1月3日の決意記念日。こうして桃太郎の心のカレンダーには、せわしなく記念日が刻まれていきます。今年でラストチャンスの甲子園に向け、毎日が桃太郎にとっての大事な記念日なのですね。桃太郎も最終回は素敵な両思い記念日で締めくくれるよう願ってやみません。小夜子と吉之丞との同時登場のシーンが多いのも少々気がかりではあるものの、私としてはどうか純粋な桃太郎の初恋を叶えてあげてほしいところです。そしていよいよ深刻さを増してきた時代劇映画村存続の危機。以前は日向の庵のお化け屋敷が見事当たり盛況だったものの、決定打には欠け、来場者数の減少に歯止めがかからぬ様子。外国人観光客を対象とし、新たに映画村ツアーを企画する日向。発想自体は悪くはなかったのですが、予算内で英語の使えるガイドさんを雇う費用や、バブル経済が破綻し、景気が急速に悪化したこの時代に、時期尚早と榊原さんが二の足を踏んでしまうのも仕方がないですね。そう、時代劇を救ってほしいと言っていたかつての伴虚無蔵さんの言葉。こうなることを見越して日向に危機感を持って願い出ていたのですね。その言葉が今になって重く心にのしかかってきた日向。虚無蔵さんになぜそんな重要な願いを自分に託したのか問いかけます。しかしここはやはり虚無蔵さん、来るべき日に備え日々鍛錬せよの言葉。どうやらその答えは日向自身で見つけなければならないようです。こうして意気消沈で帰宅した日向。そこへ母るいが外国人客と英語で接客しているところを見て愕然とし、さらに自分が子供時代に一週間で挫折してしまったラジオ英語会話を、ルイは17年もの間毎日聞き続けていたという事実にさらに愕然とするのでした。これぞ虚無蔵さんの言う日々鍛錬ですね。毎日の数分を資金源として英語に投資してきた母ルイ、そのコツコツ地道な練習が功を奏し、流暢な英語を話していましたが、もともと幼少の頃からの安子との英語の触れ合いも土台として培われていたのかもしれません。映画村の存亡の危機がかかっている日向には、17年も待っていられないと、これまで五十嵐との将来のために積み立てていた定期預金を崩し、英会話教室の資金として投資しますが、たった45分で8000円。かなりの高額ですね。大月の回転焼きが45分間に80個も買える計算になります。そんなある日、お化け屋敷に外国人の若いカップルがやってきて、お化け屋敷を急遽英語で説明しなくてはならなくなった日向。突然英語でとなると、やはり頭が真っ白になってしまい、慣れていない限りは急に単語を思い浮かべるのは難しいもので、日向の侍という言葉に完全にお化け屋敷を侍の記念館か何かと誤解をしてしまった風の外国人カップル。屋敷から悲鳴とも絶叫ともつかぬ声が聞こえ、ちょっと気の毒でしたね。せめて、Traditional Japanese Style Haunted House、 日本式のお化け屋敷ですと言ってあげられたらよかったですね。やはり残念ながら短い時間で楽に英語を取得する方法はないようです。いよいよ八方塞がりになってしまいましたが、果たして今の日向に打つ手はあるのでしょうか。そして桃太郎の恋が終わろうとしているようです。かわいそうですが、次回も楽しみです。
最後までご視聴いただきありがとうございました。